愛媛は引っ越しはいつされたんですか。引っ越しはいつだっけ、8、6ぐらいに決めて愛媛に、7に出て家で、8の朝とかに着きました。なるほど。愛媛にも決め手は何だったんですか。そうですね、まあまず愛媛さんからオファーいただけたのと、まああとヴェルディから出てチャレンジしたいなっていう気持ちがあったんで、まあ、そのタイミングでオファーいただいたのと、まあ、J3 の難しさっていうのはいろんな方から聞いてたんで、チャレンジしてみたいなっていう気持ちがありました。いいっすね。ってことはまだ1ヶ月経ってない。そうっす、まだ経ってないです。どっか行ったとことかありますか。シューマとあの高校の時の代表で一緒だったんで、同部屋でもともと仲良かったっていうのもあったんで、まあ、シューマンに、まあ、連れてってもらおうかなとは思ってるんですけど、まだ家具揃ってないんで、とりあえず家具選びで大変ですね。まだもうちょいしたら落ち着くかなって感じです。シューマさんのじゃあ高校の時の第一印象を教えてください。むずいね。まあプライベートっていうか普段のとこで言ったらただのいいやつ。サッカー面で言ったら気合があって魂あって、俺が印象的なのは何戦か覚えてないんですけど、どこだったか覚えてないんですけど、代表の時になんかスライディングしてボールがこの辺にまだあって、相手がシュートを取った瞬間顔でこうやってブロックいったのがあるんですけど、そう、まあそれしか印象ないです、逆にという感じです。それ強烈な印象ですね。でもキャプテン翼の石崎君。あ、そんな感じです。その試合勝ったんですか。いや、覚えてないです。覚えてないです。結果よりその柊磨さんのプレーが印象的、うん、その時の遠征はそれしか記憶ないです。同部屋だったことと顔面ブロックと、はい、サッカー始めたのは多分2歳ぐらいです。気づいたら親に聞いたのは、最初ゴムボールみたいなのをプレゼントしてくれたんですけど、全然興味持たなくて、サッカーボール渡したらめっちゃ遊ぶようになったから、サッカー教えたみたいな感じです。お父さんサッカーされてたんですか。高校までしてたらしいんですけど、まあ、自分とはタイプ違くて、オムみたいな、なんか駆け上がってクロスみたいな、サイドバックやって駆け上がってクロスみたいなタイプだったらしいです。だから教わったっていうよりは俺がやりたい練習に付き合わせてたって感じです。で、もう2歳からずっと他のスポーツやってみたいなとか思わなかったですか。いや、まあ思わなかった。いや、バスケとか、まあ、球技結構全部何でもできちゃうんですよ。だからバスケ、高校の時とかも球技大会みたいなのでバスケ出たりして、バスケの顧問の人にどこのクラブチーム行ってんのみたいな言われたりしてました。まあ卓球とかもバカうまいっす。愛媛FC卓球大会あったら、まあ余裕で優勝。ライバルになりそうな人もいないですか。いないっす。福原愛ちゃんぐらいっす、ライバルなんで。マジですげえ、ほんとにうまいっす。一回見てみたいっすね。まあいつか対戦したいプレイヤーいますか、卓球愛媛FCで。愛媛FC、リキくん。なんでなんですか。なんかうまそうっす。で、倒したい。倒したいっす。倒してご飯をおごってもらいます。ポイントガードだっけみたいな、あの後ろで一本行こうみたいな役やらされて、まあサッカーもそうなんですけど、バスケもパス得意なんでうまいって言われました。サッカーのパスはどんなパスが得意ですか。サッカーはマニアックなところで言うと、まあ、相手のなんだろう、重心とか体の向きとか見て、普
通だったら届くでしょみたいなとこを、まあ、足出せないみたいな、バランス崩してて足出せないみたいなとこ、狭いとことか通すのは得意っす。得意っていうか、まあ、一番自分のパスの中で好きなパスで、まあ、あとはサイドチェンジとかも普通にやるし、そうっす、まあ、チームの相手の嫌なとこを出すっていうのを意識してます。届きそうだけど届かなかった通ったパスがサッカーしてて一番気持ちいいです。そうっすね。何戦だっけな、去年あったんですか、あ、一昨年ね、相手の仲間が裏走って相手がそれについてったんですけど、まあ、一瞬ボール目切れるじゃないですか、相手を、仲間を見て、その時に相手の足の下、走ってる足の下を通してパス出したやつがあるんですけど、それ一番気持ちよかったです。今までサッカーやってた中で一番気持ちよかった、今までで一番気持ちよかったです。今年はそのプレーがいっぱい出せる、頑張ります。まあ、チームを勝たせる選手になります。そういう面でもあのプロフィールにも書いてあったと思うんですけど、憧れの選手は中村ステと同じです。同じにも確かにやっぱサッカーを楽しんでるじゃないですか。それってまあプロになると難しいっていうか、なんだろう、忘れがちだと思うんですけど、まあ自分の性格的にもやっぱ楽しんでる時が一番、なんだろう、いいプレーできてるし、苦に、サッカーが苦にならないっていうのはプロ入ってから意識するようになりました。めっちゃいい話深い男なんで終わり。プロフィールにも書いてありましたね。ああ深い男、まあ、プライベートでもこの人ともっと仲良くなりたいなって思うような人になりたいですね。ちなみに FMFC だと誰と仲良くなりたいなって。みんないい人っすけど、まあ、オムはもともとプレーに一緒だったんで、シューマもまあ関わりあるし、誰だろうな。まあでもオムに言われたのは、ベルディの時もちょっといかつめの先輩に可愛がられることが多くて、なんでリキ君にお前好かれそうだよなって言われてるんですけど、まだリハビリ続いてて全然誰とも話せてないんで、まあどんどんコミュニケーション取れていけたらなとは思ってます。ありがとうございます。